このチャンネルはホリエモンこと堀江貴文がちょっとためになる情報を発信します。ぜひ最後までご覧ください。ちょっとホリエモンチャンネル。ロケットが打ち上がり始めたら忙しくなると思うんですけど、いつぐらいから打ち上がるんですか。やっぱ2年後とかですかね。うーん、やっぱ大変なんですよ。そんなかかんだ2年。うん、堀江さん宇宙行かないんですか。自分がですか。うん、自分はどっちでもいいんですよ。あ、そうなんだ。そう、行く手段を作ることに興味があるんで。別に宇宙行ってみたいみたいなとか、どっちでも。はい、だから金払えば行けますからね今ね。はい、同じ金払うんだったら作った方がいいじゃないですか。まあそりゃそうっすけど、っていう考え方です。その2年後にできるのは何なんですか。そのロケットの打ち上げで人工衛星を打ち上げられる。そうなんだ。うん、なんか宇宙をちょっと民主化したいんですよね。だから誰でも、例えばおさむさんが宇宙で何をするのかとか、気軽にロケットを打ち上げられるようになったら、なんかすごい面白いこと思いつきそうじゃないですか。昔インターネットもそんな感じだったんですよ。なんか接続するのにめちゃくちゃ金がかかったりすごかったですよね。そうそうそう、検索するだけでもね、めっちゃ金かかって、昔はね。ロケットが民主化すると、多分すごい面白いこと考える人いっぱい出てくると思うんですよ。それをやりたいですよ。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価、コメントをいただけると嬉しいです。またぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。